世界最悪のハッカー集団とのつながりが噂される120倍謎コインカルト、本日7月4日、退院歴でいう6月6日、動きました。はい、どうも皆さんこんにちは。仮想通貨で送り人、クリプト奥太郎こと市宮翔太です。本日の動画ではアノニマスとのつながりを噂される120倍の謎コインカルトについて最新情報をお届けしていきます。一撃100倍以上の銘柄が欲しい、今後絶対に買った方がいい銘柄の情報を知りたい、こういった方は必見の内容になってますので、こちらの動画は飛ばさずに最後までご覧ください。本日の動画の構成としてはカルトの概要をおさらい、退院歴6月6日の動き、奥太郎的考察となっております。それでは早速本編に入って解説していきたいと思いますが、その前に一つ皆さんにお伝えしたいことがあります。僕の YouTube ではこれから利益を狙える可能性の高い IDO 情報、草コイン情報、エアドロ情報などを厳選してご紹介しています。僕が過去に紹介したいくつかの銘柄も80倍、100倍と軒並み爆上げしていったのですが、こういった感じで僕が紹介した銘柄を実際に購入されて実際に利益を出した人からは今でもあったかいメッセージをいただいています。こちらの小林さんに関しても僕の LINE に登録して情報を受け取ってからたった3ヶ月で100倍銘柄を当てることができ、実際に500万円稼ぐことができたそうです。ただこういった本当に勝てる情報というのは手に入れる速さや新鮮さが本当にシビアです。1日2日早ければ数時間で募集が締め切りになることも多々ありますので、小林さんのように100倍銘柄を自分も当てたい、最新情報をいち早く手に入れたい、そういった方は必ずこの動画の概要欄からチャンネル登録、公式 LINE の登録、この2つだけは忘れずにしておいてください。それでは本編に入って解説をしていきます。まずはじめにカルトの概要、そしてカルトの過激なプロジェクト内容から解説していきます。カルトの発行元はカルト DAO という組織なのですが、カルト DAO は分散型テクノロジーに資金提供をするプラットフォームとその組織の名前です。僕たちが普段使っている通貨円は日本国が発行し管理をしているお金ですが、円は中央集権型の通貨なので完全に個人のものではなく国に管理把握されているお金です。なので僕たちがどれだけ稼いでもそのお金が20万円であろうと1億円であろうと、そのお金は国の管理のもと使用していくという考えになります。ですがカルト DAO は本当の意味で個人のための通貨を提供する、そういった考えを持っている組織であり、その実現をするためにカルトトークンを発行しています。有益な分散型テクノロジーの開発には莫大な費用が必要なので ICO 等で資金調達を行う必要がありますが、その ICO を行うためのマーケティングにも多額の費用がかかるため、カルト DAO は世界中の有益な分散型テクノロジーへ投資家による資金提供を行うためのプラットフォームを開発して分散型の世界の実現を支援しています。カルト DAO の開発者は生活の時間のほとんどが労働と睡眠で終わり、しかしそれを当然として受け入れなければ社会不適合者と扱われることに疑問を感じていました。しかしそれを変えようと政治や経済を学んでも歴史上の数多くの失敗や実現の難しさを知り失望してしまいました。そこで新たに関心を持ったのが分散型テクノロジーと仮想通貨であり、仮想通貨が発展して世界中の人々を法定通貨から解放させれば国家は破綻へと向かい新たな世界が誕生すると信じてこのカルト DAO を開発したそうです。カルトは過激派や革命家にこそ保有してほしい仮想通貨と言われています。開発者はこのカルト DAO を通じて国家の破綻、転覆を目的としているため、この先カルト DAO が発展し国家に規制されようがその時にはもう誰にも止められず規制が不可能なプログラムとしているようです。次にカルトトークンの特徴を共有していきます。ステーキングなどで収益を得られるのですが、カルトはカルト DAO のウェブサイト上でステーキングができ、ステーキングすると D カルトが与えられます。その D カルトを保有しているとカルトのトランザクションのたびに発生している 0.4% の手数料のうち一部を受け取ることができます。またデフレトークンなのでテンセットのようにカルトの手数料の一部はバーン消滅されて市場からなくなって希少価値を高めることで価格上昇も促されるということもあります。カルトはインカムゲインもキャピタルゲインも両方狙える仮想通貨なのです。カルトトークンは現在コインマーケットキャップで393位で仮想通貨全体の地合いが悪い中でも上昇しています。価格は現在 0.0014 円ほどですね。過去にはたった2ヶ月で120倍の値をつけたこともあり、カルトDAOの本格的な運用が始まれば価格を上昇させる可能性は非常に高いです。直近でも50倍ほど上がっていてまだ上がり続けています。今後どうなるかまだまだ未知数な部分が多いカルトですが、面白いと思った方はサイトなどを一度覗いてみるといいと思います。とここまでが前回共有した内容になりますが、ここからは最新情報をお伝えしていきます。
こちらカルトダオの公式ツイッターの昨日7月3日のツイートです。こちらのマスクを NFT として販売して6イーサの値がつきました。明日の UTC20時、日本時間6日の午前5時には先ほどと似たマスクが販売されるようです。投票時間は48時間で、これによって得た収益は買い戻しに使用されるらしく、この下降相場の中でもしっかり価値を上げていく戦略が取られています。このオークションに参加するための条件として、レボルト2アン、氾濫して稼ぐですかね、レボルトエコシステムに参加が条件のようで、 RVLT トークンのステーキングを100ドル以上は最低しておく必要があります。ステーキングの際のメリットとして、当然ですが収益の一部割り当てがあって、最大でかけた額の 40% 以上割り当てられるようです。 40% ってすごいですけど、氾濫の行為って翻訳良くないですよね。で、先ほどの NFT を入手した際のメリットとして、上記割り当てプラス RVLT トークンの支払いの割り当てとありますので、取引の一部が半永久的に割り当てられるもののようです。デフレトークンということで、どんどん価値が上がり続けますし、そのトークンをこのステーキングと NFT によって何もせずに稼げるのって、不労所得が得られるということですよね。デフレトークンといえばテンセットですが、今プレセール3段の途中であるイモータルキャットについてここからお話ししていきます。300倍以上をつけたこともあるテンセットから発射のイモータルキャットのトークンセール第3ラウンド、パブリックラウンドですね。こちらについて新情報を共有していきます。7月2日18時から開始されて、第3ラウンドにもかかわらず2時間経たずに5000万円以上購入されました。で、販売価格は 1USDT イコール 13ICC、 KOL 特別価格です。KOL とはキーオピニオンリーダー、通常は 1USDT イコール 11ICC なんですが、この動画の概要欄に貼ってある僕の最新の公式購入サイトから購入していただければ 1USDT イコール 13ICC で購入できます。最低購入額は前回前々回と一緒で 500USDT からになります。で、 2000USDT 以上のトークン購入で先着500個限定イモータルキャットの NFT がゲットできます。現在残りも200個を切っている頃かと思いますので、まだ入手できてない方は早めの購入をお勧めします。僕の LINE にイモと送っていただければ URL と購入方法を送りますので、ぜひお声掛けください。ちなみにですが、購入したトークンはこの第3ラウンドが終わった後にユニスワップに上場するタイミングで、購入ページのエクストラクティングからウィズドローで受け取ることができます。僕と一緒にあなたも参加していきましょう。はい、ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。本日はコーと同じ発行枚数を持ち、666の数字と何かしらの因果関係が噂されるカルトコインについて解説してきました。本日7月4日、退院歴でいう6月6日ですが、こちらでファンダがありましたね。ですが、動画作成時点ではコーに関する情報出ていないので、この後チェックしてみてもいいかもしれません。こんな感じで僕の動画は仮想通貨業界のリアルな情報、損しないためにやっておくべきこと、最新情報などをお届けしてますので、仮想通貨で勝って送り人になりたいとか、次からのチャンスは絶対に逃したくないとか、そういった方は僕の YouTube のチャンネル登録と通知のベルマーク、公式 LINE のご登録をぜひしていただければ嬉しいです。冒頭でもお伝えしていますが、僕が仮想通貨投資により無事資金を作ってこれた理由として、情報を仕入れる速さ、いい案件に取り組む迅速さ、この2つを本当に大事にしてきたからだと自負しています。きっと僕の動画を見てくださっている方も、仮想通貨投資で送り人になりたいとか、100倍銘柄を一度でいいから掴んでみたいとか、そう思われている方がほとんどかなと思いますが、初心者で何から手をつけていいかわからない、いろいろと投資してきたけど失敗続きで自信がないとか、そういった声もちょくちょくいただいたりするんですね。ただそんな時に僕に聞いてもらえたら、すぐにあなたの悩みを解決できますので、仮想通貨で勝ちたい、そう思われている方は必ずチャンネル登録、通知のベルマーク、公式 LINE の登録、この3つは必ずしていただければと思います。僕もいろいろな方と情報交換したいので、気軽に LINE にメッセージいただけたら嬉しいです。それでは本日も僕の動画を最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。